太陽が眩しいばかりに差し込んできます。だが朝といっても正確な時計は11時30分実は二人きりだけの湯治場の朝景色とご承知願います。楽しかった嬉しかったそれは昨夜よ。純な乙女の私だったが君を知って恋を知ってこんなになったのよ。朝の晴れ晴れした姿を縁側の柱にもたらせて庭の近所の衣類家を眺めていた彼女がそれはもう全くあだけない赤ちゃんのようにね兄さんじゃなかったあのあなた何ですか。池の中にカニが2匹いるわ。ああそのカニもわけがあるんだね。どうかしらねあなたカニが泡を吹いてるわ。ああ泡を吹いてるね。ビールでも飲みすぎたんじゃないか。まさかでも本当にカニはなぜ泡を吹いてるんでしょうね。見てごらんなさい。プク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 あんなに泡を吹いてあなたあのカニ戦艦じゃないかしらね。きっとそうよ。え？カニに転換はないよ。じゃあなぜ泡を吹くのね教えてよね。これから知らないことは何でも僕が教えてやると言ったじゃありませんかね。弱ったな。つまりその泡を吹いてるのはね落ち着いてるカニなんだよ。どうして。泡を食うやつは慌て者だからさ。まあ誰なんか言って。あなたったら現状を見てもやりもしないで随分白状ね。あなたは動物愛護の観念が少しもないわね。そんな風だと私知恵が案じられるわ。バカだな。人間とカニと一緒にしてはいけない。だけどねカニの説明だけはもうカニにしとくれ。でも何かあるんでしょと言い詰められて絶対大切め、彼氏はうつむいて黙ってしまった。顔や形の鮮発な恋愛は得てしてこんな心情の悲哀が醸し出されます。そこに訳があるんです。事件はますます環境に展開されるのでありました。座布団へ座って熱い番茶すっかりお芝居の炭治郎のような気分になって洋服のゲップが三月も滞っていることなどは忘れてしまいます。彼女はと見れば縁側の日向へ鏡台を出してお化粧に余念がありません。いやそれよりも実は彼氏がこうした彼女の後ろ姿の曲線や白い絵筋などをつくづく眺めるのは初めてであります。昨日東京を汽車で立つまでは兄さん兄さんと言っていた娘がこんなにも態度が変わりますかしらと彼氏は心中でつぶやきました。彼氏がここにいるということを知るや知らずやサボを名付けました。右の瓶左の瓶それから前髪火に下りをつけました。あ、汚い汚い今度は島根です。おや、こりゃおかしい。彼女は確かさっきまでパーマネントウェーブだったのにいつの間に島田に言い直したんだろう。僕がお湯へ入ってくる間といっても1分しかありゃしない。あ、そういえば彼女の着ている着物が違ってりゃこれはおかしいな。もしもし、あなた。何よ、あら、まああんたどなたです。いいえ、僕は僕ですが、
あなたこの座敷は僕の座敷ですよ。まあこの人ずいぶん心臓の強い人ね。いや僕の彼女だと思えばこそ後ろ姿の曲線を味わっていたんです。対象欲の君子だ。損害賠償を請求しますと争っているところへひょっこり帰ってきたが、この彼氏。おい、僕の留守の間に変な男と何しとるか。あら、あなた、この人ったら人の座敷へ無断で侵入してきてね、私の後ろ姿を盗んだのよ。おや、けしからんやつだ。おい、僕年人。僕年人とは何ですか。僕は僕の彼女だと思えばこそ。あれ、あなたは先生。え、おや、君は君じゃないか。いや、これには、いろいろわけがあるんだ。いえ、その僕には。おいおい、どうしたどうした。これはいかん、転換だ転換だ。早く水殺すと水が水めくれる。いや、道理を頭の上に乗っけるんだ。我慢我慢、ちょうずばの道理でも構えやしない。この騒ぎに転換しの彼女、あなた、苦してちょうだい。そんなに泡を吹いて蚊に飲まれなんかしないでちょうだいよね。おい、お前は娘じゃないか。まあ、お父様、これには深い訳があるのよ。私だって娘だってやはり女よ。甘いささやき愛の人